覚えてる。この曲、大切な人と歌った。あなたは誰？やっぱりここの人じゃなかったんだね。ここでは声を出すことは禁じられてるの。歌なんてもってのほか。これはあなたの心に直接話しかけてるって言えばわかりやすいかな。私たちにはそういう力がある。だからあなたも心の中で話してくれれば読み取れる。聞こえるよ。大丈夫。私はリンコ、あなたの味方。俺がお前を殺すか、お前が俺を殺すか。おやすみ。そっか。あ、ごめん、勝手に読んでしまって。いや、彼女は目が覚めたんだね。うん、けど混乱してるのか、記憶が曖昧みたいで。うん、俺は総太郎、しばらくはここにいるといいよ。でもくれぐれも声は出さないようにね。もちろん歌も。この音楽は。音楽？ああ、これか。昔から流れてるよね。なんでなんだろう。気にしたことなかったな。本当は歌詞があるんだよね。ああ、小さい頃に歌ったよね。うん、あららぎたちと。え？楽しかったな。声が出した頃は相手の心が分かんない時もあったけど、その分分かり合えた時嬉しかった。戻れるさ。声を出して歌えた頃に。お前が俺に殺されるか、お前が俺を殺すか、そう言ったんだね。それで、あなたが殺されたら死なずにまた違う場所にいる。すごい話だけど嘘じゃないみたいだ。いただきます。じゃあその人を探さないと。その人があなたの運命を握ってる。
いるんだろ、出てこい。声を出した者をかくまっているな。お前たちも同罪だぞ。荒木たちだ、まずい、逃げよう。オーケー、誰もいない。いた、見つけたぞ。声を出した者は処罰される、分かってるよな。今のうちに早く起き上がれ。これお前やっぱり反対派だったんだな。おい、向こう追え。喋ったよな。なんてこだ。重罪だぞ。どういうつもり。誰か通報したのか。こっちだ。誰か、また喋ったやつがいる。追われてる。よかった。ルールを守らないから。ああ、なりたくない。大丈夫？怪我してない？心配ない。僕も君と同じようなものさ。よかった。おっと。よっぽど辛かったんだね。歩ける？いびつな別れ方だ。お粗末な願いだね。ここなら多少の声は誰にも聞こえないさ。一応小声でね。ありがとう。凛子さんたち大丈夫かな。彼女らは声を出すべきだと主張してるメンバーの一員なんだ。なぜ声を出してはいけないの？声を出さない代わりに心で唱えていることが直接伝わる。この世界の人たちはみんなそういう力がある。君たちの言うテレパシーってやつさ。これが普通のコミュニケーションなんだ。声に出して話したところで心とは裏腹だとすぐにバレてしまう。それがいつの間にか声を発すること自体が罪のようになってしまった。お互い素直に言葉上のごまかしのない世界、それがここなんだ。だけどそれとこれとは違う気がする。僕もそう思ってる。僕と君と彼らでこの世界を変えたい。君にはその力がある。そんな、それに私、君のいた場所に帰りたい？大丈夫。君のいた世界は君が戻らなきゃそのうち消滅。え？消滅って何？教えて。ごめん、話してあげたいけどお客さんだ。あの、追いかけてきた人たち？いや、君にとっての恐怖、僕にとって最高の快楽。そうだろう、ジサリス。フォビア、お前といて楽しいと思ったことは一度もない。ハハ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 
意見の相違だな。でもこの気持ちは一緒だろ。彼女が欲しい。そうかもしれないな。僕の世界へ。はるばる残念だけど彼女の隣は僕の方が似合うよ。何よりも年が近い。クソガキが大人の魅力を教えてやるぜ。お前俺に一度でも勝ったことあったっけ。過去は関係ない。今日勝てばそれは更新される。俺の連勝記録がな。どういう意味？私の運命を握っている人、ジサリス。ジサリスグッズ日本で販売開始。概要欄よりチェック。